前回に、溥儀の第一、第二夫人を紹介しました。今日は、彼の他の三人の妻を紹介いたします。三番目の妻、丹義玉麗は、溥儀人生の中で、一番最愛の女と言えます。1937年、遠洋が軟禁され、文秋も溥儀と離婚したため、溥儀は、紹介を通して、彼の人生の三番目の女であって、丹義玉麗に会いました。丹義玉麗は1920年、満州の貴族に生まれ、元の名前はタタラでした。丹義玉麗は、小貴人の位階が付けられた。丹義玉麗は、心の柔らかい、性格が、優しい女性でした。彼女、傲慢がなく、ゲストを丁寧に扱い、使用人にとても親切していました。丹義玉麗が、宮殿に入った後、従順、善良、賢いで、人々との付き合いに非常に慎重で、彼女は溥儀と非常に良い関係を築きました。溥儀はこの優しい、賢明、知性があり、有能な小貴人をとても愛していました。宮殿はまるで刑務所のようでしたが、丹義玉麗の到来は彼に、精神的な慰めを与えました。丹義玉麗は1942年に22歳で突然亡くなりました。丹義玉麗の死については様々な噂がありましたが、愛心家、暗い苦戦、彼は溥儀の甥でした。昔満州国の時、溥儀の周りに仕えていた。彼の味方によると、溥儀が丹義玉麗を治療する日本人医師を見つけるかどうかに関わらず、彼女の当時の病状を見ると、死ぬには避けられないものでした。彼の説明によると、一番可能の破防殺です。この可能性の最初の提出者は溥儀でした。溥儀は、1946年に、極東国際軍事裁判で証言した時に、日本人は、丹義玉麗を殺したと言った。この見解を支持する人々が、下の論点を提出した。丹義玉麗は、日本人医師による診断と治療を受けて亡くなりました。丹義玉麗の死後、日本人家、ん東軍参謀、愛、臣家、蔵、溥儀の御用係の吉岡康直は、溥儀に、日本人女子を俗言として紹介しました。推論はもっともらしいようですが、確固たる証拠は見つかりませんでした。二番目の論点は、溥儀の爺が、誤診したというものです。これは多くの日本の研究で解明されています。丹義玉麗の病気は、小寒ではなく、結核性髄膜炎と思われていました。他の人は、丹義玉麗が尿毒症にかかられたと言いました。日本人医師が丹義玉麗をカテーテルを使って、導尿のためしてくるでしたが、溥儀に拒否され、結局彼女の死を招いた。丹義玉麗は、小寒という診断結果は、当時の宮廷の寺医の診断でした。当時、宮廷の寺医はすべて漢方医であり、西洋医学では一人もいませんでした。幾千の記憶によると、溥儀は、日本人が彼に加害することを恐れて、非常に、臆病になり、丹義玉麗の診断と治療を、外の西洋医学の医師に依頼したくなかった。それに、溥儀はいくつかの医学書を読んだことがあり、彼は漢方薬を知っていると思って、彼の漢方薬のレベルに自信を持っています。丹義玉麗が病気になった後、彼女は有名な爺であると、当世界によって処方されたいくつかの薬を服用した後、彼女はもはや血便がなくなった。丹義玉麗が少し良くなった直後に、溥儀がすぐ当世界を辞める。新しい医師にとって変わった。新しい医師に処方された処方箋は病気の有無に関わらず全て服用できる薬であり、投与量は少ないです。今回、溥儀は本当に安心しましたが、丹義玉麗の病気は再び悪化し、始まりました。直後に血便が再び起こり、以前よりも悪化しました。当世界再採用されました。しかし、溥儀は、
当正解が処方したすべての処方を細かくチェックし、変更する必要があると考えた場合は、盲目的に薬を変更するか、用量を少量に変更しました。当正解、それを知っても、あえて反対しませんでした。その結果、丹下オクレイの病気は、ますます深刻になりました。その後、死んだ馬を生きている馬として治療してみるの状態で、日本人の医者を宮殿に招いてきた。その時、長春市立病院の小野寺院長、橋本副院長、その多数名の看護師が宮殿に入りました。小野寺の診断後、小野寺医師はその夜、丹下オクレイに薬を注射した。その後、低質用係である吉岡康直が、その知らせを聞きに来て、長い間、小野寺と話をした。丹下オクレイは、翌日亡くなりました。溥儀は、彼女のために大葬儀を行いました。棺桶は、長春市内の般若寺に運ばれ、死後も、名犬騎碑と名付けられ、吉日を選び定めて、作法式を行い、また個人的に、丹下オクレイに、名犬騎碑の遺灰を与えるという詩が書かれた。斎藤は、北京から葬式を主催するために来ました。そして、溥儀はまた、彼の家族と親戚に通夜を命じました。丹下オクレイの死により、溥儀は悲しみに落ち込んだ。溥儀は、丹下オクレイの写真を財布に隠し、ジャケットのポケットに入れられた。写真の裏側に、私の最愛の義オクレイを書かれました。彼女は、彼の人生で最愛の女でした。次に、彼の4番目の妻である李義翼欽について話します。彼女は溥儀の4番目の選ばざるを得ないの、選択肢でした。李義翼欽は、1928年7月15日に、長春市の普通の家庭で生まれ、1942年に、満州の都市である新京南、良女子有休学校に入学しました。2年目に、15歳の李義翼欽が、満州国の宮殿に潜入され、満州国の皇帝である溥儀に副貴人として作法された。日本が溥儀に満州国を設立することを支援したとき、日本は彼に日本人の妻を見つけるつもりだった。血縁の下で満州を支配することを計画しました。溥儀はとても不満だったので、急いで丹下オクレイを見つけました。丹下オクレイが亡くなった今、日本は、また彼に、日本人の妻と結婚することを提案しました。最初に、溥儀は、丹下オクレイが亡くなったばかりで、悲しくて妻をめとるしたくないという理由で拒否しましたが、一方で、李義翼欽を探した。丹下オクレイも李義翼欽も、溥儀の日本との対抗をする、政治的な犠牲者であると言えます。李義翼欽は、庶民の出身で宮殿に入った後、他人から見下されがちでした。彼女を支配するために、溥儀は最初に厳しい規則全部21条を定めました。主な内容は次の通りです。新王朝の祖先のシステムは無条件に従わなければなりません。すべて原稿は溥儀に従わなければなりません。そして両親との通信さえも許可されません。一生忠実に溥儀に仕えなければなりません。それで、不適切な考えがあるなら、すぐに謝らないといけないです。また、親戚と会う、へそくりを貯める、外界のニュースを尋ねる、しかめ面するなどがすべて禁止された。溥儀は嬉しい時に、李義翼欽を歌を歌わせ、体操をしてもらいます。機嫌悪い時に、彼女を叱責して、ほうきで殴りました。初めて宮殿に入った時、溥儀は、李義翼欽の言動を試し、ついに李義翼欽がとても素直な子供であることを確認したので、安心して、副貴人の遺灰を与えた。しかし、李義翼欽が宮殿に入る理由は、非常に単純でした。宮殿で勉強することは、優秀な学生中で選ばれます。パフォーマンスが良い人が、講師を作法されられます。当時、吉岡康直が、このように彼女に述べた。李義翼欽は、講師のことは気にせず、
やっと勉強できるようになり、将来は大学に進学できると思っているだけで、心の中で絡み合っていた、大学卒業した後、先生になるか？それとも医者になるか？意外なことに、自分が宮殿に入ってきて、溥儀に仕え、彼の妻、副貴人になってしまった。2年間の教科の後、李玉欽の心の中で、彼女は溥儀が、神龍天子であると信じています。中国の歴代皇帝は、自ら、神龍天子と称し、今ただその神龍天子が苦境に陥るです。ある日、溥儀の腹壁が実現されられますと、彼は彼女を美しいところに連れて行かれますと信じていました。1945年8月、日本は敗北し、溥儀は大理寺港に逃げた時、遠洋皇后と李玉欽を置き去りにし、少数の腹心を連れて逃げた。この時、李玉欽は溥儀の白状に気づかなかったが、溥儀が彼女を迎えに来ると言ったことを覚えていたので、待ち続けた。後で、長春が解放されるまで、彼女は家に戻りました。1946年6月、李玉欽は、家族の説得を受けて天津に到着し、皇帝の妃嫔として、邸説を守るために、溥儀の皇族親戚の府中の家に引っ越しして、これで7年間そこで過ごした。その数年の間、李玉欽は、非常に厳しい生活を送っており、府中の一家の日常生活に責任を負わなければなりません。金銭が窮屈で生活は非常にきついでした。李玉欽は仕事に出かけたいと思っていましたが、府中は彼女に言って、餓死は小さな問題ですが、邸説の失うは大変なことになる。彼女が長春の自宅に戻ったのは1953年のことでした。1955年の初夏、彼女は武順から手紙を受け取りました。この時、溥儀は中国の武順管理事務所にいて、次のように書かれていました。親愛なる玉欽、私は今武順戦犯管理所にいる。あなたがいなくて寂しいです。お元気ですか？彼女は溥儀に会いに行き、本で見たのと同じように、遠くの夫に会いに行く妻のよう、ハンカチ、靴下、キャンディー、そして写真を持ってきました。しかし、彼女は、非常にがっかりした、10年間溥儀を待っていたのに、溥儀は、過去数年間の、彼女の困難な生活について一言も、尋ねませんでした。溥儀は、自分のことをばかり考えました。李玉欽は何度か刑務所にいる溥儀を訪れたが、溥儀の釈放はいつに来るかわからない。また、当時の社会情勢により、大勢の人に、まだ側室になることを夢見ていると嘲笑された。優秀な従業員の選択も参加できませんでした。彼女のアイデンティティの問題は解決できず、生きるは苦労し、大きなプレッシャーにさらされていました。彼女は、当時ただ28歳だったので、離婚の考えをそのゆえに生じた。1957年5月、李玉欽は武順に行って、溥儀に離婚を正式に要請し、武順の方面は二人の問題解決を努力してと言われていたが、溥儀はついに李玉欽の要請に同意した。離婚した李玉欽は、新しい生活を始めました。離婚2年目、長春ラジオ放送局の広域広と結婚し、息子を出産し、三人家族の幸せな生活を送った。後ほど、長春市の政治協商会議の委員に選出された。再び、溥儀は妻に離婚されられました。李玉欽は、溥儀を離れて本当に幸せな生活を送り、女性であることの喜びを感じ、自分の子供を設けました。1995年、李玉欽は、肝硬変を患い、6年間病気と戦う後、2001年4月24日に73歳で亡くなりました。彼女は自分の幸せを追求するために率先して行動し、溥儀との離婚を勇敢に提出して、溥儀のすべての妻の中で一番良い結末を迎えた一人であった。1959年、
溥儀が恩赦されました。1962年、溥儀は37歳の看護師である5番目の妻、李淑娟と結婚しました。李淑娟、漢族、もともとは、浙江省、杭州の出身でした。彼女はいつも高校を卒業したと主張しているが、実は小学校に通っていて、数年しか経っていないので、手紙を書くことすら難しい。彼女の母親は若くて亡くなり、父親が彼女の16歳の時に亡くなり、ママ母の脅迫から醜い老人との結婚した。それで、彼女は結婚から逃れた。生計を立てるために、上海のダンスホールに行き、そこである男性に会いました。そして、二人は同居していました。その後、李淑娟は、この男によって、北京に連れてこられ、後に別れた。その後、生計を立てることができなかったり、淑娟は、ダンスホールに戻り、ダンスホールで生計を立て、当時の北京の警官である、劉連使用と出会い、結婚した。1955年、劉連書は、反革命罪の罪で判決を受け、法律に従って処刑されました。1957年、李淑娟は、中国人民銀行の一般会計士である陳恵氏と結婚しました。彼らの結婚後、二人は対立し、1960年に離婚しました。その後、誰もが知っているように、1962年に37歳で人民出版社の編集者であるサゾキから溥儀に紹介され、二人は一目惚れして結婚した。李淑娟と溥儀が結婚した後、李淑娟は過去に言及することを最も恐れていました。二人が恋に落ちた時、溥儀は彼女の結婚歴を何度も尋問し、李淑娟はいつもお茶を濁し、それについてさえ怒りました。当時、溥儀はすでに55歳の年寄りで、李淑娟はただ37歳でした。溥儀は、看護師の李淑娟が大好きで、李淑娟を完全に追求していました。したがって、李淑娟を怒らせないために、彼は、ついに質問をやめ、李淑娟が、昔の結婚したことがあっただけを知っていました。彼らが結婚した後、彼らは愛情のあるカップルでした。溥儀はかつて李淑娟に述べた。私が宮殿にいた時、夫婦の関係は全く理解できませんでした。妻は私の遊び道具であり装飾でした。機嫌がいい時に少し時間をかけて遊びに行く、機嫌が悪い時、何日も触りたくないでした。過去、私は愛情は何のものですか？知りませんでした。ただあなたと出会ってから、この世の中にあんなに幸せなものを存在することに気づきました。溥儀は妻を細心の注意を払って世話をしました。彼はかつて雨が降り注ぐ日に李淑娟に傘を届けましたが、長い間待った後、彼女の姿が出てこなくて、彼は戻るしかならない時に、道路の排水溝の蓋がなくしたことに気づき、溥儀は妻の足が踏み込むのではないかと恐れていたので、彼はそこで長時間立っていた。もちろん、甘さに加えて、生活には必然的にいくつかの小さなエピソードがあります。彼らが最初に結婚した時、溥儀自身の身体的問題のために妻と同居しませんでした。最終的に李淑娟は、溥儀の隠された病気を発見しました。李淑娟は怒って家に帰り頭を抱きしめて泣いた。溥儀は直接ひざまずき李淑娟に離婚しないように泣きながら懇願した。涙を流している溥儀を見て李淑娟が彼に同情になって溥儀と離婚しませんでした。しかし生活の不和は依然として存在し、しばらくの間二人はしばしば対立し、李淑娟は離婚を考えました。1963年11月10日、二人は人民大会堂に招待されました。周恩来総理が会場に来て、夫婦と挨拶と共に励ました。周総理は彼たちにお互いを尊重し、愛し合い、助け合うことを言いました。周総理は彼二人の現状を、
はっきりと認識しているようです。周総理が出会って以来、李職健はもう離婚を提出していなかった。1964年9月末、溥儀は血尿を発症し、最初に医師は彼が前立腺炎を判断しましたが、11月に溥儀の尿血が非常に深刻になってきた。治療のために入院しました。さらに精密検査後、腎癌のことが判明されました。すぐに左の腎臓が摘出された。間もなく過労で血尿を再発症した。実際、溥儀の右の腎臓もこの時点で癌病変が起こった。1965年12月、虚弱な溥儀が再び入院し、その後、文化大革命が始まり、溥儀の気分は徐々に落ち込んでいた。すぐに、彼は再び、北京協和医院に入院した。入院して、数ヶ月後、溥儀の状態はやや改善し、1967年4月29日に退院した。その後、溥儀は、家で、彼の人生の最後の5ヶ月の闘病生活を過ごしました。溥儀の深刻な病気の間に、李職健は、しばしば退屈し、家に座るばかりでした。彼女が溥儀と結婚してから、この数年の生活を考えて、彼女はそれを後悔しました。元国民党、軍事情報局の少将、党、益さんの妻である宗博蘭さんは、かつて李職健の良き友人でした。彼女は、次のように回想しました。文化大革命の時代、李職健は、何もすることがない時に、私の家に行って、私とおしゃべりをしました。彼女のほとんどは不平を言いました。李職健は、彼女の人生の不幸を泣きながら、溥儀と結婚したことを後悔していた。結婚した後、彼女は幸せな生活一日もなかったと言っていました。溥儀は1967年10月17日の夜に61歳で亡くなりました。彼は李職健の部署の経歴については死ぬまで全て知らなかった。前任の妻、李義翼卿の低層に対する彼の厳格さと比較し、彼の最後の妻が部署であることを彼が知っていたら、彼はどのように感じるだろうか？李職健は1967年に溥儀が亡くなった後、公衆の視線から引退した。30年の間、李職健は二度と結婚せず、彼女が溥儀と私と私の夫、溥儀の二つの回想録を書きました。1997年、李職健は肺がんで亡くなり、73歳でした。異なる、時期の異なる女が、溥儀に異なる経験をもたらしました。彼の身体的な問題について、より信頼できる話は、宦官が溥儀を世話かけることは不十分だった。彼らはちょうど青春期に入った溥儀を宮殿のメイドに押し付けました。溥儀の性機能は、これらの宮殿のメイドによって完全にダメージされました。身体障害によって引き起こされた血管の結婚は、常に溥儀の心中の大きな山でした。この山の下には、溥儀の不満の妻と溥儀の果てしない悔婚があります。溥儀が妻に離婚された話は、今日まで終了いたします。ご覧をいただき、誠にありがとうございました。また、次の動画で会いましょう。